ウエカルニオラ地方はスロベニアで統計上を用いられる地方区画の一つ。スロベニア北西部に位置しており、伝統的にはゴレンスカ地方と呼ばれる地方の一部にあたる。トリグラウ山やアルプス山脈等の高い山がそびえる地方で大部分が国立公園として保護されている。2013年にはスロベニアに宿泊する観光客の19%が この地方で宿泊した。そのうち78%が外国人である。人口1000人あたりの宿泊可能人数は沿岸カルスト地方に次いで国内2位である。失業率は国内最低で全国平均を3%下回った。失業率が最高の村地方と比較すると8%も低い。農家あたりの農地面積と 農家あたりの家畜数は国内最高だが農業は最も重要な産業というわけではない。初等教育しか受けていない人の割合は全国平均より低く、高等教育を受けた人の割合は全国平均より高い。上カルによら地方には18の自治体が含まれる。そのうち2012年の人口が1万人以上だったのは以下の都市である。この地方に来る。 観光客の出身国は以下の通り、国内最大のリブラナ空港がある。ありがとうございます。